頭天にされ神戸好き慈悲らに競争のかフフ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 フ行きましょう、マサミナさん。あなたの居するところを知らしめ。青木、堅物の骨にまで染み込ませてやるとされた。さて、どう攻めるかな。この状況を打破する策を剣ずれば、それがしも。見えるものがある。落ちてみるのも悪くねえさ。天理を走れ、我らが名声よ。今はこの正宗様が王の意味すら塗り替えんこと。迫らんとする会途端の喘ぎも授けんとせ。いつの間にやら西田の顔が増えたもんじゃわい。何かしたいことはねえのか。主に使える意味ないとは。小十郎にでも指示すればいい線行くんじゃねえか。皆の者、それがしと共にこの地に骨をさらそうぞ。ほら、耳を澄ませてみろよ。この音色、まるでお市様の声だ。私が率いていた兵もこのようにして崩折れていった。さあ、あなたは果たしてどこまで耐えしのげる。いいか、ここで全員を失うな。信長様は飢えておられる。貴殿らも運がなかった。偶然の会にはことかかぬよ。竜っぽく吠えてみるかね。グオーンってか。きっとその稽古で最近みるみる強くなったっす。日の出にも会いたい。物言い、稀に見る誠意を傑作せよ。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。打たぬようにとの加減、それが裏目とならねばいいのだ。火に這いつくばるのみか。俺らの光を焼き付けな。合わせ人身に互いを打つ。来たであろう。新たなる戦慄、そう、戦慄が。また新たなる怖い色が。一体何だ。もはや人のいるべき場所ではない。ひどいこと言わないでくれよ。怖いんだよ。聖の家具は式に良いか。それは我がものぞ。かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。いい気合だが。
したか。ならばこれにて終局だ。この先は私だけのものだ。その目は懐かしいな。俺の目だ。待たせたな。私が待っていた。今よ、先よ、行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。月見酒も早幕引きか。向こうの弱もまた趣ぞ。我が国を。いよいもされたわ。徳されい。あるいはボンガとなり果てよう。打ち抜かせるよりも前を向かせる方がずっと難しい。わかるよな、おっさん。つまりは俺が上ってことだ。勝者、貴様など王の器にあらず、いつぞやの傀儡のごとく地に打ち伏せてくれようぞ。所詮は余も故より逃れられぬものであるか。天下上等かかってきな。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。